文春法炸裂ということで、いやもう本当、こんな財務副大臣、クソやろということで、いやー、岸田首相最強人事、最も禍々しい人事、神田憲治、えーえー、財務副大臣、えー、税金滞納常習犯、いや、ちょっと待てと、もういろいろ突っ込みどころ満載でございます。まず、あのこの方、元というか、現在も税理士の資格を持たれてる方です。はい この神田、えー、健治さんですね、えー、さらに財務副大臣でございます税金を集めてそしてそれをどういうふうに分配するかというトップの省庁が財務省それが何が起きているかというと、えー、副大臣は税理士年収2,000万円も自社ビルは4回差し押さえパートナーが証券大量の納付書督促状に証拠写真 公衆0%、税理士法違反疑惑、女性秘書深夜に罵倒。えー、もうね、この方でございます。神田健二さん。愛知県5区、生、えー、年月日昭和38年、えー、財務副大臣で、この人が、いや、こんなのがね、財務、いや、ますます支持率下がりますよ。こんなね、しょぼいやつが、 まあしょぼい中かなんかアホがついてるからこれは今の所得減税が1年だけしかとかっていう風に言ってることにねつながるんですよ。うん、で、まあ、ちなみに登記簿登本とかチェックしたらねあのこうやって出てくるんですよ土地の登記簿登本チェックしたら。何が出てくるかっていうとまあこんなのほとんど見たことないと思いますけど、えー、平成25年10月17日差し押さえ。 平成26年6月4日、差し押さえ。えー、平成、えー、令和4年8月25日、差し押さえ。えぇ、ー、令和4年9月28日、参加差し押さえ。いや、もう差し押さえ、差し押さえ、差し押さえ。で、そのたびに、しばらくすると、あの、登記簿で見るとね、差し押さえが解除されてるわけなんですよ。おぉ<ー>。で、もうなんか、これをわざとやっとんか、お前は、という。 こでょ。あの法務、まあ、とはいえ最近法務副大臣がオトークの選挙違反とかに関わっててでそれで柿澤美斗さんですけどまあまあもう法務副大臣のくせにってなりましたよ。 であのさらにね、あのうちの番組にも出てくれた山田太郎文部科学政務官が、もんも学校行政を預かる意味で、あリ不倫かーっていう、もう、ほほっていう感じなんですけど、もうなんか、あの写真にね、こうやって、これ、督促状ですよ。特促上これがいっぱいあると。で、えー、これね、あの経営パートナーの鈴木さんがっていう人がいるんですよね、同じなんかビルに入っている。 でその人がなんかもう怒ってて「えー、ほらもうこれがもう滞納の書類だよ」とかっていうふうに言ってもうバラしてるんですよ <laughs> なんかで。しかもこの経営パートナーの鈴木さんも税務署税理士の資格も持たれているので,でこの人が何を確認してるかっていうとこの、えー、神田健司さんに対してですね、えー、選挙直前の11月に「税金の対応ないよな大丈夫だよな」っていうふうに言って。 確認したら、特促状や納付状をどっさり持ってきた。でそれを、鈴木さんが代わりに立て替えてあげた。い,いい人じゃん。いやいい人だね。俺も立て替えてほしいな税金。今日の撮影終わったら、税金の、税金でもために行くけど、鈴木さんのとこ持ってったら戦ってくれのか。あ。いいな。で、この鈴木さんってどういう人なのかっていうと、あの同じビルの中に。 賢えー検事えー、税理士事務所と鈴木税理士事務所っていうふうにこのビルに同じビルにかかってるんだよでこの鈴木さんっていう人が何か堪忍袋の尾が切れたのかなんかもう全部文書にゲロってるっていう<ー> <laughs> そういう状況なんですよで、ね、でさらにですよこのんなんかもう全部鈴木さんに えー、ゲロられた後に次にあこの神田健二さんに文春が取材してるわけですよ。うんで、えー、なんかね他いっぱいなんか秘書が辞めたりしてるのはなんかどなったり恫喝とかしてるからじゃないかっていうふうにまあそうだね。いうふうにこう言ってるんですけど、えー、この神田健二さんに対して文春が「出馬前に鈴木さんに税金を立て替えてもらったんですか?」っていうふうに聞いたら。 あ,あった記憶してますそういうことがあったかもしれません私の事業体の資金繰りが悪かった時に200万円くらいですかうーん金額はちょっと記憶にないですけどそれくらいかもしれません返済したんですかえーっとちょっと調べてみますそのままかもそうですね <laughs> いやいやお前財務副大臣がまあ言ってみりゃ経営パートナーから借りた 200万円を返したっけな返さなかったっけどっちだっけってありえないですよそんなのいや返しましたの即答ですよ普通はだけど、えー、ちょっととで税理士に義務付けられた研修を設けてないか受けてないじゃないかって言われたら、えー、税理士会と話受けられませんからっていうことで話はしてるんですがうーん免除申請はしてない ませんいやーまあ話し合いがずっと続いていてそのまま、えー、携帯してたっていうことですよそれは気をつけるべきだと思いますけどうどう思いますこのすいなこのくすもうなんかもうこ,こんなやつに俺たちの税金があって考えるともういやちょっと今回ね久しぶりにあのムカついてます私。 すごいなぁでさらにこの税金の部分ね4度のビルの差し押さえについてはいいですか言いますよ文春が聞いてるんです4度のビルの差し押さえは神田、えー、賢治さん財務副大臣こう答えますえーっと友人がなんか税,税金の支払い忘れてたんじゃないですかねえっそのビルってだって神田のや持ち物なんだろう まずこの時点で果てのマーつきません、この対応。で、それに対して、財務副大臣なのに税金滞納の常習犯では、いえ、別に常習犯とは思っていません。うん、あの、いわゆる、あの、友人に頼んで、だから忘れていたってことなんです、みたいなんです。忘れてたってことなんですよ。お前は自分のことなのに、忘れていたってことなんでってことみたいですよ、忘れてたってことなんですよって、まあ、どういうことやねんって、まず思いません 若年性アルツなんじゃない <laughs> もうそれを疑うレベルだよでそれに対して文春が「至極最もなツッコミを入れます」「人のせいですか?」っていやもうどんな腹たまりやでそれに対してあの神田健二さんが「いえいえ僕が僕がその事業体を持っているわけですからだから責任は僕にありますだからきちんと気づいた時には慌てて払う形にまあ不注意ですねはい」<わ>でそれに対して文春が「忘れてもいい」 ってことですかと聞いてるわけですあ、いえいえ払ってなくはないじゃないですかちゃんと完済してるとえー、国民には期限内の納入を求めるが矛盾ではっていうふうに文春が聞くわけですよそれに対して矛盾点点点点それはそこの部分は反省しなきゃいけないと思いますけど遅れたことについてはお詫びするということですよねっていうもう謎の 沈問道。まず、あのー、まあ、この人、あの、東大法学部出てないんで、あのグダグダなんですよもう。こういう時に、あの、ごまかしの言葉が出てこないのは、東京大学という悪の大学に行ってないから、まあ、ある意味人間味のある <laughs>、ちょっとしどろぼどろな感じがありますけど、あの、人間味があって、きちんと能力がある人が在国大臣でしょ。普通は。国会予算100兆円だよ。 おいふざけてんじゃないよいやー。でそれで改めて書面で事実を確認したところ神田検事として自己批判をさせていただくならば時に強い言葉で指摘や業務指示をしたことがあるかもしれませんとかっていうふうに言って、まあ、これは秘書への恫喝についてなんですけど税理士の研修の未受講やあの200万円の税金を立て替えてもらった点に関しては事実であると。 税金滞納についても滞納壁という強い言葉でご指摘の部分には承服しかねる承服、えー、かねる気持ちですが事実ですのでこの際には謙虚に強く反省し受け止めますと、えー、この承服かねるって書いてあるらしいんですよ。違うよ鶴瓶さんにもう鶴瓶さんの奉行いてあるそれは。承服かねるこれ多分ねあの えが受けてんのあの、あかねるいやーあのー、それねちょっと待てとちょっと待てとあのー、ちょっと中京大学の大学院と愛知学院大学の大学院を出られてるらしいんですけどまずそこの大学のね、えー、人たちで謝れと言いたいね。 ああのかつ秘書に対して同う喝とかしてるからこういう時にきちんと書いてくれるスタッフが辞めちゃったから自分でしょ「承服兼ねる」とか言ってたもを用意するなお前は法お百100兆円の税金を預かってるくだいしんだよそういうところでね間違ってんじゃないよお前はもう何から何までダメなやつだよこいつあこれちょっともうひどくないですかこいつ こんなのが、もうなんか悲しくなってくるね。もう,もうなんか、こんなのばっかりかよって。で、こんな奴が、日本の憲法第9条は改正だ集団的自衛権の行使には賛成原子力発電者日本に必要安国神社の内閣総理大臣の参拝は問題なーいば <laughs> カかすぎる こういうのばっかりまあでもこういうのばっかりなんだねやっぱねはいもうこういうのばっかなんですよあのー、山田太郎文部科学政務官はちゃんと、えー、奥さんにも謝られてごめんなさいって言って即日お辞めになられましたよねうん。お前、まあ、潔いいじゃないですかねで柿沢美人さんに関しては あの現金とかねこうあの共犯相手に配ってて特捜にもう取り調べに取り調べを重ねられてあこれやばいわーってなってからなんかあのついに、うん、すみませんでしたみたいな感じになってでもこの財務省の副大臣のくせに何こいつ本当に。は <laughs>、まあ。まあいろいろ言ってるけど。うん 昨日のだから統一教会のあの会見と同じで、うん、お詫びはするけど謝罪はしないっていうさ謎の会見だったんじきのちなみにあの統一教会との関係はもうズブズブですよこの人。あやっぱり。はい、えー、世界統一家庭連合が幕張メッセで、えー、開催した青年イベント、えー、にも来賓として出席し審査員を務めたそうです。 ううわもズズブズブやんえ他にもなんかあの愛知県の方なんで愛知県の武道館で統一教会関連のイベントで来賓として参加して私も自ら皆様のお仲間と共に定例の家庭集会をさせていただきそして日々文鮮明先生のこれまでの話などに感銘を受け学習させていただいてるお一人でございますという祝辞を述べたの他にもいっぱいあるよ。もう もうアホの上にカルトとつながっててもしかもゴチ達しまってもこいつもうダメもう今日やめてもう今日やめてじゃないならもう税金特性例でも出してくれよもう本当に絶対やめこういうやつに限って絶対やめねえからななかなかやめないからね <laughs> やめないよねいやひどいよなでも何まあでもさ今回これ でさこれが文集に載ったのは、うん、なんかこう巨大な何かほらやばい系の話話がドンっていいう話じゃないんだよねとにかくなんか副大臣のくせにこんな税金は滞納しとるわ、えー、秘書は辞めるわ、うん、なんか誰かにお友達に金,金借りてっていうかお友達が代わりに払ってるっていうかみたいな。うん でしょだからほら何だっけえー、とだから資金あの何、ー、ていうのほら裏から裏で金もらってるのがばれたって後がそういう話じゃないじゃんこれってさまあそうね。ね、うん、よく代議士系の話だとどっからかもらって100万もらってたけどあれに収支報告書に載っけてなかったっていうのが一般的じゃない、うんうん、そういう話じゃないんだよねこれね。うん ただ税金滞納してるっていやでも最悪だよこれ最悪だねこれだって岸田内閣のシリーズさ TBS のね世論調査で10%ダウンですよやばくないですかいやこれはこれでねこの話をはいここまで読んで下まで、うん、ああ岸田内閣っていいなって思う人はまあいないよねうん 支持率が上がる話じゃないじゃん。ない。俺って支持率上がったらすご,すごもはやもう。もはやよくわかんない。もはやよくわからないですね。その時はもうワシントンあたりに亡命しましょう、我々は。もう知らない間に違う国になってた、日本は。いやー、すごいね、やっぱね。うん、これはすごいよ。なかなかの球だよね。恐怖ですよ。 こんなの4期で副大臣かうーんまあだから一応あれなんだろうなまあそうかいわゆる税務関係の知識はあるから、うん、桜田よりはマシだっていうふうに思われたっていうレベル <laughs> えと桜田というのはあの桜田義孝、えー、五輪担当大臣、えー、そしてサイバーセキュリティ担当大臣だったあの桜田さんですか自民党のうちの選挙区のねはい我孫子氏ね、えー、サイバーセキュリティ担当大臣の時に USB を、えー、知らなかったでさらに言うとパソコンは秘書が使うものであるという。 ご発言をされたサイバーセキュリティ担当大臣かつえっ、ー、と五輪担当大臣の時は五輪検証を読んでないとで,で本人もそれが恥ずかしいのか選挙の時は元国務大臣という謎の肩書きで選挙に出るという、えーうん、これそれよりはましだっていうことで入ってんのかなでも財務副大臣ですよ <laughs> だよね、うんお うんまあ、厚労大臣の竹見もなんかひどいけどさ、うんはい、なんかだって、質問され、答弁が噛み合ってないんだろう、もう。うん、まあ、なんか、ただなんか、それよりかましなの、この人は。だからさ、<ん>何が基準なんだよっていう。何が基準なのか、ちょっと謎。<laughs> でしかもの、内閣改散したあとやで、これ。 さまあ別に桜田がっていうんじゃなくて桜田みたいなのよりはましだっていうことで選ばれてんのかな、うん、こういう人たちそうなのかもう人材がいないからこれよりもっとひどいのしかいないってことうんだって桜田君はもう一つ素晴らしい言葉を言った桜田はいいよもう桜田はもう今日桜田の話じゃないから何ですかもう いやだって下には下がいるんだなっていうさ上には上がっつうんだったら話は違うけどさ、うん、なんでなるんだろうって言ったらやっぱりだってこういうのだってみんな派閥順送りじゃん,うん、うん、派閥がこうしてくるわけだそうね,ねだーけどだってあれでしょあのー、山田さんはさまあ一応あれだったんでしょ、うん、あのー 子供関係、子供の権利関係とかにはすごい昔から熱心だったんでしょあの山田太郎、うん、あの文部科学、うん、元文部科学政務がその通りですよ。うん、ね。だからそういう人もいるわけだ。うん、そういう人もいながら、こういう馬鹿もいるわけだ。うん、だからまあ、あのー、普通はでも副大臣って言ったら、能力か、能力がある人間だよね。うんうん、政務官何何ららかかのの 何らかの能力がある、うん、だから当然ながら財務だったら財務に精通してるっていう,うん、うん、話だよねまあ税理士の資格持ってるじゃないですか税理士の研修ね、うん、あの全く受けてないけどうん、うん、まあだから知識はあるんだろうな、うん、その何一1回ぐらい別に差し押さえられたってっていうさ4回です うん、日本海ぐらい大丈夫よっていう知識をフルにフルに動員してるわけだな <laughs> まあそれでもさ法務大臣がさ法の抜け道の知識をフル回転させてもらったら困るわけですよ、うん、そゃあかんていやーけどこういうのすごいな本当になんかよくわかんないもうやっぱり人材がいないんだね、うん、っていうことは確かだよねまあそうねなんか どんどんなもいクズがやってるんだなぁやってるよ。やっな、うん、やってるよでも今回はねえあのー、えっといわゆる政務官財務副大臣には、えー、女性がいない、うん、ね男性ばっかりでさうん、うん、じゃあさぞ優秀なんだろうと、うん、思ったらこういうのばっかりそうね, <laughs> ね 自民党もな,い,ないよいよやばくなってきたなそうね、うん、ちょっとやばいよねうん <laughs> とこれどうするんですかねだってこのこういう話だから別にやめろっつう話じゃないよねこれねうんそうよね、うん、<laughs> すごい やっぱりでもそういう人間がやっていると、うん、もうこんなのお前さもう金払いにピーピーしてるわけだからさうん、うん、なんか裏でけん裏で裏献金なんか持ってきたらすぐパクっと食っちゃうよな、うん、食っちゃうんじゃないどう見てもうん,、うん、なんかもうこんな人間が財務副大臣やってる日本ってなんなん何なん,なん これもうでの現実問題として岸田さん、こういうのが続いていくと解散・総選挙打てないですよね。うんで打ってももうめちゃくちゃ負けるじゃないですか。うんでもなんか今からなんか上がる要素ってあんのないだって減税までやったのに決めたのに支持率上がんないんですよ。うん、どうすんのこれは。 まあ、もうのたれじにかん、まあ、または、うん、もう、このままいいんだ。いいのいいの、うちら超低く人でいいの。うん。うん。で、このまま、うんと、あれ。人気まで行くの総裁選まで。総裁選まで行くの。うん。で、なんかもう、クソみたいに下がった支持率の状態で、えっ、ー、と、今、一応、総理大臣になってほしい候補で、えー、人気なのが、石原さんね。 でえ次があのえっと小泉孝太郎さんでしょで、えー、その次あたりになんか高市早苗とか河野太郎とかこの辺りがいますけどやりたいかこんなボロボロの状態で <laughs>。まあでもこのボロボロだからこれ以上悪くなんねえかなって言ってななやるっていう手はあるかにん。確かになうん 確かにまあだからもうさだからボロボロだけど選挙はやらないで、うん、でまたなんか内閣改造1回か2回ぐらいやってさ、うん、各,各派閥に餌をばらばらなくわけよ。うんうん総裁選よろしくみたいな感じうん、うん、そうそういう変なやつらがまた政務官とかさやるじゃん。 みんなやっぱりそれを食っちゃうから。パクパクって。パクっと食っちゃうから、しょうがねえな、総裁選でもう一期ぐらいやらせてやるかみたいになっちゃって。うん。もうそれ狙いじゃないこれ。選挙できないっさ。まあ、それはまあ、でもええんやけど。ええんやけど。そんなことをやり続けてたら。あの、日本の方が持たないような気がするんですけどね。んえ?。いい、ね、な。持たない。 で彼らはいいんだろう彼らはいいの、うん、彼らはいいんだ。彼らはもう全然だってさ、うん、自分たちの懐があった限りはさ、うん、日本がどうなるか知ったこっちゃないって思ってんじゃないきっとええまあ、そうか。うん、なんか、こっから選挙勝とうって思ったら、もうなんか消費税を、なんか、3年間0%にしますっていう <laughs> くらいのこと言わないと。 ななんじゃないかな分かんのちゃうもうもしくは、うん、岸田が本当になんかこうここから憲法術で巻き返そうと思っているのであれば、うん、自分の派閥の連中だけ、うんあのー、選挙で勝てばいいと。でほの派閥例えば安倍派の連中とか、うん、そんなのは別に落ちたっていいんだと。うん、岸田派だけ ななんとかなれば、うん、で安倍派もともと多いんだから100人もいてさ、うん、あんなの半分でもいいやって思えば、うんね、で安倍派なん,かなんか不穏だからさ動きがさうん、うん、で半分に減らしたって50人、うん、50議席ぐらい減るんじゃないかって言われてるわけで、うん、それが全部安倍派だったら岸田は関係ないわけだだから選挙をやるとかさ、うん、そこまで冷徹に読む人間なのかどうかは ちょっと現段階じゃわかんないけど、うん、これからだよ。この、例えば、まだそれでもほら、うん、有田さんなんかがさ、12月17日選挙説っていうのってまだくすぶってるって、あちこちで書いてあるて。有田良史さんね、元立憲民主党ね。うん、うん。で、それは何でかって言ったら、もうある程度負けてもいいんだ、うん。うん。でも、どんなに負けてもさ、うん いきなり100議席減とかって、ちょっとは考えられないじゃないで、今もう自民党って、もう、伸びしろないほどかあるのよ、議席が。うん、はっきり言ってさ。公明党だって必要ないぐらいなんだからさ。まあそうね。うん。だから、いいんだよ、50議席ぐらい減らしちゃって。うん、自分の選挙区、ごめん、自分の派閥がもし、はい ほとんど入ってなければさ。うん、安倍派なんかいくら減らしちゃって、自分は痛くないわけ。なるほど。それ一点で、選挙をするっていうさ。俺、うん、はあるような気がするね。うん。うん。勝とうって思ってないんだ。なるほどね。身内の獅子身中の虫を削ればいいと思。岸田にとっての獅子身中の虫、うん。そうそうそう,そう。うん、その線だったら、あるんじゃない。なるほどな。 く国家国民のことなんか何だ考えてないけどさうんまあ現代今だって何も考えちゃいねえんだからさ<や>権力<何>自分の権力基盤の維持のためだったらね安倍派を半分に減らしちゃえみたいもうなんかそんな権力闘争してるほどねうち日本にはね余裕ないのよ。 日本を発展させていく果実の中の取り合いならまだね100万ポイっていいとしましょう衰退していくとこのパイの取り合いとかやってもねいつもね犠牲になるのはね庶民ばっかりですよというわけで、うんえー、とっても悲しい気持ちになってきたのでちょっと宇宙のことでも考えましょうなんかね132億光年先にブラックホールが見つかったらしいですよ観測史上最も遠い古いやつなんですよ最古のブラックホール なんですってそれが何地球に近づいてくんのいや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  <laughs> きそ、ね、なんで宇宙の話した途端に宇宙戦艦ヤマト脳になるんですかでしかもブラックホール近づいてきた話とかないですよね。何 <laughs> <い>あの巨大水惑星アクエリアスとかが近づいてくるとかはありましたよ。ブラックホールと白色彗星が突撃してくるガトランティス帝国とか。 ですけどブブララッッククホホーールル突撃してきたたのっあったないよ132億年先にね、あのー、太陽の質量の、えー、1000万倍から1億倍個分ぐらいのまあまあ中程度ぐらいのブラックホール結構大きめなブラックホールが見つかってでしかもそれが宇宙誕生から4億年くらいのタイミングでできてるいやー一体どうなってるのかなーっていう星空を見上げるとですねま 人間の悩みなんてちっぽけなものだなと、常日頃思うわけなんですけど、でもまあそんなことよりもですね、やっぱり今すぐ皆さんが小指にね、小指をタンスの角にぶつけると痛いわけじゃないですか。まあ最近タンスないかもしんないけど、普通の家にはクローゼットかもしんないけど。まあ、というわけで、なんかね、あのブラックホールも私は今日胸をときめかしたニュースではありますが、うーん残念ながらですよ、ね。思い出した思い出した。ブラックホール、ほら、惑星プロメシウムの横にポワンとやってきて、 惑星プロメシウム食っちゃったじゃん。えっと何を言うてるんですかあのー、さよなら銀鉄でさ。あのー、いやあのー、それはだから要するにえっ、ー、と松本零士の作った宇宙戦艦ヤマトには出てこなかったけど銀河鉄道39の方には、えー、確かに惑星プロメシウム。ねラーアンドロメダプロメシウム とかねねあのの名前もいいいましたたよ、ね、女王プロミシウムっていうのがいたはずです <laughs> はい、でもそうちょっと今さあのそんな宇宙の話もいいですがまあ我々にとってはタンスの角に足をぶつける方がしんどい話でございましてでなのでこういう近いねあきざミトじゃねえやもう神田賢治、えー、みたいなあのクソについてちょっとムカつく動画を撮ってしまいましたっていうふうに収めているところに突然の「銀河鉄道3ない ちょっと困りますね。うん、そうね。うまあ、ちょっとブラックホールだけに今反応してみました。うん。まあ、あれアニメ版とね、原作版では違うんですよ。うん,うん、うん、違うでしょうん。ええー。<ー>はい。ドラムシウムはブラックホールに吸い込まれて。消滅してしまいましたね。 まあそんな感じで、同じように神田検知もブラックホールに吸い込まれて消滅してくんだから、<laughs> ちょっと無理か <laughs>。こんなのばっかりだな、本当に。ひでえな。ちょっと国会議事堂に極小サイズのあブラックホール生まれない。<laughs> ああ、やだやだ。ええー、まあ、うん。まあ、ちゅうわけで、なんかムカついたんすわ。ほんまに腹立つな、これ。うちの税金納めてるナンパ2っすよ。 でもさ4期も勝ってるってことはさ選挙それなりに強いんじゃん。うん。うん。なん。だろうねまあまああのさっきのあの人間味臭さが受けてんじゃないのしかも衆議院でしょ前衆議院。衆議院,衆議院で4期やってるってさ、うん、まあそこそこ人気あるってことだぜ。うん、一応うん。参議院だったら別だけどさ。 意味わかんなんでウケるんだなんでウケるんやろねいいですな全くもっていいですな、うん、本当にでも腹立ちますな <laughs> うんはい、ね、えー、っちゅうわけでえー、今日も読書ということでちょっとごら岸田内閣一体どうなるのかでそのその後のカオスが怖いなということで、えー、本日は取り上げさせていただきました今日も読書じゃねっ どうもはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。